最近私料理始めたんです。やっぱり女たるもの、得意料理の一つや二つなくてはというわけです。なんと料理教室なんかにも通い始めちゃったりして、で気づいたんですが、私料理の天才かも。だって教室で習った料理、早速家族のみんなに食べさせたら、みんな無言で一気に食べるんです。すごいでしょ。まずいから？そんなはずない。小春日和とは季節のいつ頃のことかお分かりですか？答えは晩秋から初冬にかけて移動性高気圧に覆われ、穏やかで暖かい天候の時期を指すそうです。小春とは太陽暦でいう11月頃を言い、この頃の陽気が春に似ていることからこう呼ばれるようになったのです。これは日本に限ったことではなく、アメリカではインディアンの夏、ドイツではおばあちゃんの夏とも言われる時期があるそうで、なんとも面白い名前をつけるものですね。またその語源を調べてみるのも楽しいかもしれませんね。ねえねえお兄ちゃん、この犬変なんだよ。ゆうか、犬拾ってきちゃダメだってあれほど言ったのに。だってだって、この犬喋るんだよ。面白いでしょ。だったら喋らせてみろよ。うん、わかった。ほら、ケンタ、お兄ちゃんだよ。ちゃんと挨拶して。はじめまして。この度半ば強引に拾われてきまして、仕方なく、これから末永くお世話になるであろう、ケンタと申します。まず、餌は1日4回。生タイプのやつね。あと、散歩は嫌いなんで、犬用のルームランナー買ってください。さすがに太っちゃうからね。あ、そうだ、トリミングには1週間に1回。これ絶対、よろしく。ゆうか、やっぱり、飼えないね。うん。